どうも、認知神経科学おじさんです。引き続き神経心理学生理心理学認知神経科学領域の測定方法をいくつか取り上げていきます。今回は主にノージズ MEG と機能的磁気共鳴画像法 FMRI を取り扱います。 脳活動に伴って発生する微弱な磁場を頭部上から測定する方法が脳磁図マグネトアンセファログラフィーです脳波と同様に人の脳活動の変化を非侵襲的にしかもミリ秒単位の時間解像度で測定できますまた脳波が測定する電波は脳脊髄液で平坦化してしまいますが 磁場はそのようなことがなく信号の分布の観測に優れています。MEG は自発的または誘発刺激によって発生する脳磁場だけを利用しますので脳波のように頭皮に電極をつける必要はありません。MEG では大きなヘルメット状の装置に頭を入れます。さながら巨大アフロのようです。 脳内から発生する磁場は大脳皮質の水体細胞の興奮性シナプス電位に起因します大脳皮質には多数の溝があり溝の一部が興奮すると電流双極子電源が発生しますこの電流により頭表面に発生する電圧を計測する手法が脳波ですこれに対して 電流の周りに発生する磁場を計測する手法が MEG です頭は頭皮頭蓋骨などの高電気抵抗層と脳髄液などの低電気抵抗層などから構成されています脳活動により発生した電場はこれらの組織を通過する際に歪められてしまうため頭皮上で脳波を記録しても 計測した電圧の分布から電流送局しダイポールの位置を正確に計算することはできません一方、脳活動により脳内に電流が流れるとその周囲に右ネジの法則に従って右回りに磁場が発生しますこの磁場は脳脊髄液、頭蓋骨、皮膚の影響は全く受けずそのまま頭皮外に湧き出します 高感度磁気センサーを多数配置した MEG によって微弱な磁場変化を捉えることが可能となりますこのような電流を生じる神経細胞は脳腔内の水体細胞で頭蓋外から MEG として測定し得る主な電流源を形成すると考えられています大脳皮質の神経細胞には水体細胞と正常細胞があります水体細胞は ピラミッド形状をした皮質の領域間や皮質と核を連結する興奮性の神経細胞です。正常細胞はトゲトゲ形状をした皮質量野内の抑制性及び興奮性の介在神経細胞です。水体細胞は細胞内電流が一定に流れるため、周りに磁場ができますが、 正常細胞の場合には細胞電流はいろいろな方向に流れるためお互いに打ち消し合い外部に大きな磁場が形成できません電流双極子ダイポールは大脳皮質の溝の形状により様々の形状によりさまざまな向きを持ちます脳の表面に平行な電流は 頭のの表面に磁場の湧き出しと吸い込みを作ります。一方脳の表面に垂直な電流から発生する磁場はお互いに打ち消し合うため頭の表面では脳磁をほとんど観察することができません脳の表面に当たる脳界の面積は脳全体の面積にほぼ3分の1と言われていますが MEG では脳活動の3分の1しか計測できないというわけではありません 実際の脳は完全な球体ではないので脳界が球表面と完全に平行になることもありません。しかし MEG では脳深部から発生する磁場は球の中心と同じく測定することは困難です磁力の発生源は磁石か電流です。脳では、 神経細胞のシナプス光電位と活動電位が発生しますが、一つの神経細胞が起こす磁場は小さすぎて頭皮上から観察することはできません。磁場は空間的に足し合わされる性質があり、100万個単位の神経細胞が一斉に磁場を発生するとその強さはようやく地磁気0.5ガウスの1億から10億分の1程度になります。 都市雑音で発生する磁場の1万分の1程度しかありませんピップエレキバンは1000ガウスほどですこれを検出できるセンサーが超電導量子干渉計スーパーコンダクティングクアンタムインターファレンスデバイススクイットですスクイットは非常に小さな磁場の変化を測定することができますが液体ヘリウムで冷却死鳥電動状態を保つ必要があります このため、脳磁場計測装置はヘルメット状の頭部を挿入する部分の上に液体ヘリウムを充填する容器が必要となり、大掛かりな装置となります。現在の脳磁場計測装置は多チャンネル化が進み、100個以上の磁場センサをヘルメット状に配置し、参加者はその中に頭を入れるようにして脳活動が測定されます。 脳波では電極を頭皮に取り付ける必要がありますが磁場は脳から空間に飛び出してくるので完全に非接触での測定が可能となりますまた MEG のセンサにはマグネトメータとグラジオメータという2種類が用いられますマグネトメータは信号を効率よく取り出すことができますが同時に雑音の影響を受けるため 計測の際にに雑音対策を十分に取る必要があります。MEG は雑音に弱いですが、MEG 計測室の近くに、大音量を出す FMRI 室が近くに設置されることがあります。諸行無常です。外部からのノイズを少なくするために、磁場の空間的な傾きを捉えるコイルをグラジオメータと呼びます。 MEG も脳波と同じように基礎律動を測定できます。それは両者が観測する信号の起源が基本的に同じ大脳皮質の神経細胞にあるからです。そのため、α 波などの空間的分布も脳波とほぼ一致しますが、脳波より限局して観察されます。このため、信号源を推定することから、脳波より MEG が有利であると言われています。 しかし、いずれの信号にも信号源の位置についての情報は含まれていませんので、直接の脳部位を測定する FMRI や PET とは違い、推定にとどまります。脳波実験と同様に MEG も、課題に関連した信号を検出するため、多回数のデータを加算します。脳機能が不活すると、これらの周波数や強度が変化します。 脳波の ERP のような、事象関連脳次界、イベントレレイティドマグネチックフィールド、ERF、分析、信号減推定 S ロゼッタ、ECD 法、イクイバレントカレントダイポール、ECD、などの分析がされます。 MRI とはマグネチックレゾナンスイメージング磁気共鳴画像法の略で磁石から発生する磁力とテレビやラジオの電波と同様の電磁場を使用して人体の断面を撮影する装置です脳活動を可視化することもできそちらの特化したものを FMRI ファンクショナルマグネチックレゾナンスイメージング機能的磁気共鳴画像法といいます ある神経細胞が活動するとその周囲の酸素と栄養が消費され不足した分を補うために血流量が増加します。FMRI ではこの時の信号ボールド信号を検出し認知課題中に活動した脳領域を可視化することができます。一連の方法をボールド法と言います。FMRI 基本原理を発見し 実用化した小川誠二氏はノーベル賞候補にも挙がっています FMRI 装置の課題の内部には強くて均一な磁場が常時発生していますこれを正磁場と言います MRI 装置では1.5テスラ以上の強力な磁場を発生させます1万ガウスで1テスラです エレキ板は大体いい1000ガウスですから約0.1テスラです。FMRI には1.5テスラ、3テスラを発生させる装置が普及しています。7テスラのものも日本には数台あります。磁場が強ければ強いほど高精細な画像が撮影できます。8テスラまでは人体には無害だとされています。 超高磁場になる止まりに乗り物酔いのような症状が出る人がいたり画像にノイズが生じやすくなったりします乗り物酔いのような症状は磁場酔いと言います強い磁場で三半規管内の磁石が動いて平行間隔が揺らぐためという説があります MRI 装置でゆるキャラを作り磁場にゃんと名付けたい衝動に駆られますね MRI では体内にある水素原子核プロトンから発生するごく弱い電波を受信して画像化します見たい部分に受信コイルや RF コイルと呼ばれる電波のアンテナを装着します機能的磁気共鳴画像法は磁気共鳴マグネチックレゾナンス MR という物理現象を使って脳の構造や機能を調べる方法です。磁気共鳴とは、政治場内の原子核が特定の周波数の電磁波と相互作用する現象です。人間の体を構成している細胞には原子核があります。原子核の中には磁石の成分があります。これを原子スピンといい、コマのように回転しています。 この磁石はいろいろな方向を向いているので全体としては相殺されてゼロになります。ここに強い正磁場をかけると磁場に沿って向きが揃います。正磁場が与えられると、自家した駒は磁場に沿って成立しようとしますが、その回転は磁場に平行でなくやや傾いていて、この傾きそのものが周期的に回転しています。これを再三運動と言います。 地球の回転や高速回転するコマように傾きながら円運動する現象ですこのサイサ運動の周期の逆数をラーモア周波数と言いますラーモア周波数は生磁場が強くなるほど高い周波数になります周波数というのは1秒間に何回転しているかということです水素原子核プロトンは 1.5テスラの政磁場では約63.9メガヘルツなので639万回転3テスラの政磁場では約128メガヘルツなので1280万回転をしていますぐるんぐるんですこの時再三運動と同じ周期で横から政磁場に垂直な方向に照射する電磁波である RF パルス、ラジオフリークエンシーパルス、ラジオ周波数パルスを与えると再三運動は次第に横に傾いてきます。これを冷気と言います。RF パルスの照射後、コマは次第に元の傾きに戻っていきます。これを緩和と言い、この時間を緩和時間と言います。この時、静磁場の方向と平行に置いた RF コイルには、 横向きになった磁場の強度変化に応じて電流が弱気されます。これが MR 信号です。緩和時間は組織によって違います。正磁場で再作運動しているバラコに RF パルスを与えると冷気して横に傾きます。その後、元の状態に戻ることを緩和と言います。 緩和の際に起こる MR 信号を捉え、画像したものを緩和画像と言います。緩和にはスピンが正磁場に沿って縦に戻る T1 緩和と、一つにまとまっていたスピンが元のようにばらけてゆく T2 緩和の2種類があります。T1 は1から2秒程度、T2 は数10ミリ秒で元に戻ります。 実際には政治場の強度はどこでも全く同じではなく周りに再三運動を妨げる物質があるため緩和時間はさらに短くなります。これを T2 スターと言います。T1 緩和から得られる画像を T1 強調画像と言います。T1 強調画像は開白質と白質の解剖学的な構造が見られるため脳の構造画像として使われます。 T2 スター強調画像からは赤血球中の酸化ヘモグロビン還元ヘモグロビンの自化率の相違に応じた信号変化率ボールド信号を利用することで機能画像を得ることができますつまりある課題中の脳活動の画像を得ることができます高速撮像法のエコープラナーイメージング EPI 法でグラジエントエコータイプの画像を得る方法が主流です 解析時には EPI 画像を構造画像に合わせる作業が行われます血液のヘモグロビンを使って酸素を体中に供給していますヘモグロビンはヘムと呼ばれる鉄原子を持ちますヘモグロビンが酸素と結合すると酸化型ヘモグロビンになり 酸素を離すと還元型ヘモグロビンになります。還元型ヘモグロビンは磁性を持ちます。この性質のため MRI の磁場はわずかに乱されて、MRI 信号は弱められて帰っていきます。認知活動で特定の神経細胞が活発に活動すると。 その神経細胞は大量の酸素を必要とするために、グリア細胞が神経細胞の働きを受けて、筋肉に信号を送り、血管を拡張させて、細胞周辺の血液の流れが増加されます。すると、実際の酸素使用量を上回る血流が集まり、相対的に酸素を運ぶ酸化型ヘモグロビンが増え、 酸素のない還元型ヘモグロビン、脱酸化ヘモグロビンが減ることになります。そのため、磁場を乱していた還元ヘモグロビンが少なくなって、弱められていた MR 信号の強さが回復して強くなります。これをボールド・ブラッド・オクシーゲネーション・レベル・ディペンデント効果と言います。 神経活動に伴う血流の増加は局所的に生じますがその増加はゆっくりとしていて5秒程度遅れて立ち上がりますそこから2030秒かけてようやく元の状態に戻りますこれが FMRI の時間分解能の低さの原因となっていますこの現象はボールド信号血中酸素濃度依存性 ブラッドオクシーゲネーションレベルディペンデントがそれを示しており刺激提示による神経活動の後に増加し緩やかに減少することが知られていますこれは血流動体反応関数ヘモディナミック・レスポンス・ファンクション HRF と呼ばれています FMRI では 解析用構造画像の T1 強調画像と、課題中の脳活動を測定する T2 スター強調画像を撮影します。FMRI は、空間分解能が高い反面、撮像中に参加者の頭部が動くと分析が困難になります。撮影中は頭部や体を固定し、実験を通したズレを2ミリメートル以下にする必要があります。 実験にもよりますが、仰向けの状態で20分以上頭を動かさないことが求められます。基本的な実験パラダイムとして、ブロックデザインと事象関連デザインの2つがあります。どちらも血流動体反応関数を考慮した実験パラダイムです。課題の開始後、ボールド信号が上昇し、 ベースラインに戻るまで15から20秒程度の時間を見積もる必要がありますブロックデザインでは課題を一定時間の間繰り返し行う課題ブロックとコントロールとなる課題か何もしないレストブロックを交互に繰り返し課題同士あるいは課題とレストの間の差分を見ます例えば課題 A が顔写真を見る課題 B が天真丼の写真を見る レストは灰色の画面を見る、だとします。撮像開始0から30秒は灰色の画像のみを見て30から60秒は課題 A の顔写真を見る再び灰色の画像が30秒間現れその次の30秒は課題 B の天心どの写真を見るというのを課題実行回数が均一になるよう行います。 課題で立ち上がった HRF がレストの30秒間でベースラインに戻り再び課題を行うという実験デザインです基本的な解析では不活した領域を引き算して残った領域を見ます課題 A-REST では顔写真を見ることで不活した領域課題 B-REST では 天真論を見ることで復活した領域を可視化することができます課題 A- 課題 B では見ることに関連した領域が相殺され天真論以外の顔を見ることに関連した領域を可視化することができます逆に課題 B- 課題 A では見ることに関連した領域が相殺され顔以外の天真論を見ることに関わる領域を可視化することができます 事象関連デザインは各試行を一定時間の間を挟んで行う方法です。あるタイミングを起点として信号強度の変化を計測します。このデザインは各試行の順序をランダム化したり繰り返しが不向きな課題に用いられます。ボールド信号がベースラインに戻るまで何もしない時間があるため実験時間が長くなるという欠点があります。 こちらを回避する高速事消関連デザインも提案されています事象関連デザインでは ERP 等と同様に事消発生時刻に合わせて評価します。局所の信号変化がよくモデル関数に当てはまるならその部位は事消に関連して活動したとみなしその変化率の大きさは関連性の高さとして示します。 人間ににははできない親習的ないい的脳研究は動物を対象に行われています。神経細胞活動記録は動物の脳組織に直接細い針のような電極を挿入し単一神経細胞の活動電位を記録する方法です。研究目的に応じて細胞内記録細胞外記録を使い分けます。 脳組織に直接電極を配置するため侵襲は避けられませんが高い時間分解能で神経細胞の活動が測定できます細胞内記録は顕微強化で脳組織片の神経細胞を観察しながら行います神経細胞はシナプスを介して情報を受けそれに応じて活動電位が発生し軸索を伝導して情報を他の神経細胞に伝えます シナプスからの情報は神経細胞の膜電位の変化として伝えられ活動電位が発生します膜電位変化を細いガラスで作った電極を細胞内に挿入して記録しますシナプス光電位や活動電位を測定できたり細胞内記録中の神経細胞の電気変化を観察してその入力が興奮性か抑制性かを調べたりすることができます また脳組織片に存在する神経回路を詳細に記録したり染色液を注入して形態学的組織学的検討をしたりすることもできます細胞外記録は 行動中の動物の脳が正常に活動している時の神経細胞活動を、脳や脊髄などの組織内の細胞間隙に金属製の電極を接触させ、神経細胞の近傍に生じる電気的変化を記録する方法です。特定の刺激を動物に与えた時の、その神経細胞の反応を調べることができます。